どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾です。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンでは楽しくやらせていただいています。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談もやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、今日はですね、ワンちゃんお散歩の時に隣につける、ね、隣につく練習、引っ張っちゃいけませんよとかね、よく聞いたことありますよね。ここで疑問に感じるのが、私たちって引っ張らないお散歩目指すじゃないですかね。ワンちゃんが引っ張らないお散歩目指すんだけども、でもその私たちが目指すお散歩ってワンちゃんは引っ張らないでちゃんと隣についてる、私たちは歩くだけっていうことを目指すと思うんですけども、それってじゃあトレーニングを、頑張ってやっていった先に、そこに果たしてたどり着けるのかって話を今日はしていきたいと思いますね。まずですね、ワンちゃんお散歩の時にはワンちゃんの中にももちろん目的がありますね。匂いを嗅ぎたい子もいれば、体動かしたい子もいるし、でそこの目的に沿ってねやっていこうとすると、例えば匂いを嗅ぎたいから夢中になって、あっちの匂いこっちの匂いってやるから、結果引っ張ってる形になる。もしくは前に行きたい前に行きたいって言って歩きたいから引っ張っちゃう子もいればね、いろんなパターンがあったりすると思うんですよね。でお散歩中ずっと隣についてるっていうことができるのかってなってくると、結論は難しいね。中にはやっぱり引っ張らないんだけども、でもこれ面白いのが、引っ張らない子って別にトレーニングしたわけじゃなくても引っ張らない子って引っ張らないんですよ。トレーニングいくらやっても引っ張る子って引っ張るし、じゃあなくせないのかっていうと、なくすことはできないんだけども、部分的、例えば普通にお散歩してる中で、ここはゴミがたくさん落ちてるから食べたら困るから、ここだけは拾わないようにしていこうとかね、そういった形で部分的だったらできなくはないんじゃないかなって思ってます。であとですね、お散歩もし全体で引っ張らないようにしていきたいってなってくると、人が何もしないでワンちゃんが引っ張らないっていうのは難しいって話なんだけども、人がちゃんとコントロールすればできますね。このコントロールするってすごく大事で、よくねラジコンとかもそうですけど、コントロールっていうのは、コントロールしてる間は自分たちが動かそうと思ったように動く、つまりはコントロールしていない間は勝手に動いちゃうわけですよね。もしくは動かなくなるかね。だから自分たちが何もしないで結果を得るってことはできないんだけども、何かをしてる間だけ結果を発生させることはできる。つまりはドッグフードでもいいしね、おやつでもいいしね、お散歩行って引っ張らないでちゃんと歩けた時に、いい子だねっておやつをあげるんだけども、この時のおやつやフードの頻度っていうのはかなり多めにあげちゃってますね。歩いたらあげる、歩いたらあげる、だってもらえるかもらえないか分かんないもののためにワンちゃんって合わせようとしないじゃないですかね。合わせる理由を作ってあげれば合わせてくれるよ。だからそれが効くうちは、合わせてくれるし、でそれを徐々に徐々に間を空けていくと、おやつを使う回数や量は制限できるけども、全く使わないっていうのはかなり難しいんじゃないかなって個人的には思ってますね。なのでおやつを使いながらのトレーニングをするときに一番多い質問、この間もちょっとあったんですけど、おやつを使って教えていたらワンちゃんものすごく太りませんかね。太ります。なんでかって言ったら、朝ごはんあげておやつあげてってやったら食べてる量オーバーしてるじゃないですかね。なのでおやつを使ってトレーニングするんだったら、その分ご飯を調整しなきゃいけないし、ドッグフードを使ってトレーニングするにしても、ドッグフードの調整は必ず必要ですね。なのでそこを調整しないででたらめにやってしまうと、ワンちゃんもちろん太っていく、もしくはおやつ食べない、おやつを使ってるのに言うこと聞かない、覚えていかないみたいなことが出てきますので、そこをねなくしていこうってなってくると、やっぱりねきちんとつどつど使っていくっていうことと、食事でちゃんとコントロールしてってあげるよということで、例えばねご飯を100あげるのにお散歩で50使うんだったら、朝ごはんは50ってことですよね。こういった形でコントロールしてあげれば問題はないと思うんですけども、どうしてもね朝ごはんはあげるものって思ってる方が多いので、朝ごはんとしてあげちゃった後におやつを使った練習ってなってくると太る可能性はあります。なのでそれ辺も含めて全体が調整ですよね。なのでぜひね調整しながらやっていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。はい、というわけでね、ワンちゃん中にはね引っ張らない子は引っ張らないんだけど、引っ張る子は引っ張るんですよ。で引っ張る子に関してどうにかして制御しようとなってくると、やっぱりその制御が効いてる間ってなってくると、ワンちゃんたちがもしね、何もしてないのに引っ張らないっていうことは、引っ張った時に何か嫌なことが起こる、ワンちゃんにとってデメリットがあれば引っ張らなくはなってくるだろうけども、じゃなければ
ね、結局引っ張るのってどうしてもやめられないし、立ち止まってっていうのも引っ張ってて、進んでくれるから引っ張るっていう子だったら立ち止まるっていうのでもいいんだけども、匂い嗅ぎとか他に目的ある子だったらいくら立ち止まってもね、なかなか止まってくれない子もいます。だからもちろんね、引っ張ったら止まるっていうのもすごい大事なことなんだけども、それだけでは三角プラスアルファで、どうしたらいいかを教えていく。そして私たちが常にワンちゃんたちをコントロールしようとする、これが非常に大事ですね。なので、ぜひね、お散歩中でもね、おやつを使ったり呼び戻したりできる範囲のトレーニングからで構いませんので、やっていただけたら変わっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、ちょっとずつやってみてはいかがでしょうか。あ、ごめん。